皆さんこんにちは。出口研究室のグエンと申します。出身はベトナムです。出口研究室に来る前には日本の防衛大学校に卒業して、それからこちらで修士課程、博士課程に勉強させていただきました。と、研究内容は大学の時は鳥インフルエンザに関するインフルエンザのシミュレーション、エージェントベースシミュレーションを研究してて、でその延長で大学院、修士課程では病院の院内感染シミュレーションですね。そして博士課程も同じ研究内容で、病院内のインフルエンザシミュレーションについて研究させていただきました。詳細は研究室のホームページにご確認いただければと思います。はい、僕は出口研究室を知ったきっかけは、日本の文部科学省からの推薦でした。僕は、学部は日本の、防衛大学校に卒業したんですけれども、その後ベトナムに帰って、しばらく、暮らしてたんですけれども、やっぱり大学院に進学したいと思った時に日本の文部科学省の、文部科学省の、まあ、国費留学生ですね、合格したところで、まあ、僕の研究内容に、合った研究室を紹介してくれました。まあ、他に防大の時の教員、教官の生為先生の紹介もあって、まあ、この研究室に、紹介していただいたおかげで、5年間修士課程に2年間、博士課程3年間ですね、ここで勉強させていただきました。で、卒業後は日本の広告代理店に今現在勤めております。進路に、まあ、心配 の留学生の方々は、ぜひ出口研究室に来てですね、いろいろ例えば、博士課程を卒業して PhD を進めるとか、民間企業に就職するとか、帰国して大学の仕事をするとか、いろいろチャンスがたくさんございます。なので出口研究にぜひ来てみてください。で、僕にとって出口先生は、父親のようですね。とても面白いことで、僕の父親と出口先生は同じ誕生日で、実は体型も同じ。出口先生は2回ベトナムに、来てくださったんですけども、毎回うちの父親を並ぶと本当に、なんていうかな、同じ。まあ、兄弟というよりなんか同じ人物ような、ことで、まあ、そういう意味では、研究生活ももちろん、プライベートな生活でも、まあ、先生はとてもお世話になって、僕にとっては、日本の父親でございます。はい、僕にとって、出口研究室での研究生活は5年間ありました。この5年間の中ですごく充実していた、研究生活でした。学会、国内、もちろん国際学会のチャンスはたくさんありますので、先生も何回国際学会に行かせていただきましたと。その他にですね、ここの研究室の素晴らしいところはやっぱり人間でございます。皆さんもいい方ばっかりで、毎日研究室でですね、皆さんとコミュニケーションをすることがとても楽しかったです。で、イベントが多かったということで、皆さんと、合宿ゼミですね、毎年数回、3、4回あるので、皆さんと合宿で、コミュニケーションをすることはとても楽しかったです。他に実はうちの研究室は1回、そうですね、今はないかもしれないですけれども、
選考内のフットサル大会ですね、うちの研究室は実は、チャンピオンに機会になったことがあります。その他にですね、うちの実質研究室では留学生は大勢います。僕みたいにベトナムから留学生もいるし、インドネシア、中国などなどの留学生は結構います。彼らも、まあ日本語できる人もいれば、基本的に英語でコミュニケーションを取ることが多いんですけども、まあ、そういう、チャンスを得てですね、英語能力の向上とか、非常に、いい経験でした。はい、デックス研究室、ご志望の皆様、まあ、大学院に進学して、就職を目指す人が多いんじゃないかなと思うんですけども、もちろんうちの研究室では、まあ、業界に多岐にわたる業界の中ですね、就職された諸先輩はたくさんいます。まあ、僕は、広告代理店なんですけども、商社銀行など、諸先輩はたくさん、優秀な先輩はたくさんいます。でもせっかく2年間もですね、大学院で生活することであれば、もちろん就職は大事なんですけども、まあ、その2年間でどれだけ研究できるか、そして研究生活を楽しめるかというのを、まあ、ぜひ考えていただいて、デジス研究室にご志望してください。まあ、研究内容とかは、ホームページはとても充実しているので、ゼミの風景だったり、研究先輩の研究内容だったり、ホームページぜひご覧くださいませ。